どうもこんにちは、ザワチャンネルです。今日は番外編でございますので、早速、タイトルコールいってみましょう。箱根駅伝予選会に来ていた女性100人に聞きました。あなたが選ぶ学生ナンバーワンイケメンランナーは誰だということでございましてね、私、現地観戦いたしまして、しっかりと、100人の女性にですね、アンケートを取ってきました。今日それを、発表したいと思います。はい、では早速いきましょう。第10位は青山学院大学茂木亮太選手、4票獲得いたしました。おめでとうございます。いや、やはりね、青山学院大学人気が高い。はい。そしてね、中でもやっぱりあの、出雲駅伝での構想も記憶に新しい茂木亮太選手が第10位と。まあ、あの、女の子のね、女性の意見聞きますと、やはりあの、茂木選手のメガネかけてる時と、またメガネかけてない時と、また意見が分かれたりとかしてね。はい。やっぱ人気高いですね。はい。茂木選手、第10位。おめでとうございます。そして、第9位は、こちらですね、8位が2人いますんで、はい。2人、順番にご紹介したいと思います。まずは1人目、明治大学吉田楓選手。いや、これですね、吉田選手人気高かったんですよ。ほんとね、質問をしたらですね、すぐ女性がもう明治の吉田選手ですってすぐ帰ってくるぐらいの、吉田選手こんなに人気あるんだってね、思うぐらいの、はい、結果でしたね。まあ、びっくりと言ったら、まあ、失礼なんですけれども、吉田選手、まあ、しっかりとね、全日本箱根ありますんでね、頑張ってもらいたいなと思います。そして、もう一人、第8位は、山梨学院大学、上田健太選手。いや、やっぱりね、上田選手、かっこいい。はい、僕もう生で見たことありますけどね、やっぱ、ちょっとハーフっぽい出立ちですよね。まあ、監督、あまり監督似てないような気がするんですけれども、はーい。まあ、お母さんになるのかなという感じもあるんですけれども、上田選手、ね、もう最近調子もガンガン上がってきてますんで、もう走りでも見せるし、顔もいい、これ、彩色兼備ならぬ、装飾兼備だな、っていう感じですよね。まあ、しっかりとね、全日本、そして箱根とこちらも頑張ってもらいたいなと思っております。そして、第7位はと言ってもね、また7位こちら2人おりますんで、6位タイなんですよね。はーい。まずは1人目、明治大学、江頭健太郎選手でーす。いやー、江頭選手もね、やっぱ明治人気高かったですね。はい。やっぱりね、しかも、江頭選手、なぜかですね、江頭選手の上りまで立てたりして、結構それに目を引いちゃってたかなっていうのがね、やっぱありますんで、こちら、江頭選手がしっかりと、まあ予選会でもね、チームトップの、はい、21位でゴールしてますんでね、こちら、はい、しっかりと全日本、また箱根でも頑張ってもらいたいなと思っております。はい。そして、もう一人の第6位は、中央大学、町澤大河選手。いやー、一層入魂の鉢巻き。まぁ、ちょっとですね、町澤選手の場合はですね、ちょっと中央大学のブースの近くにいた女性に聞いてしまったことも、まあ影響したのかなっていうのもあるんですけれども、しっかりと、はい、第6位。6票獲得しておりますんでね、これはすごいですよね。はい、町澤選手、まあね、一層入魂の鉢巻きがもう箱根寺で見れないのはちょっと寂しいですけれども、実業団が決まってますんで、町澤選手、実業団に行ってもしっかりと、頑張ってもらいたいなと思っております。10位から6位まで、発表させていただきましたけれども、はい、あと上位の5人は、後編に続きます。はい。明日しっかりとですね、また撮ってですね、皆さんに結果を発表したいと思いますので、明日の動画をぜひともご期待いただきたいなと思っております。ザワチャンネルでした。